とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新が来ました。今回、30回です。嫌だね。まあ、めんどくさいボスが出なければいいんでしょうけども、1回から行きます。どんな感じだ？はい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 。なんか嫌なやつ出てくるんだよ。おー、ちょっと待て待て、あぶねえ、エンチャンターがいる。何この数、ちょっと待て、嫌なやつだ、あぶねえ。おい、そっちにもいるんかい。待て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 、エンチャンター2体いる。なるほどね、まずあいつを倒さないときついと思う。うん、まあエンチャンターがいる場所を分かれば大丈夫だね。オッケー。おお、星夜で行くか。最初のゴーレム取ってもね、結構攻撃力低いので、あー、うーん、そうね、火属性でいいや。まあ十分火力はあると思うけども、見ます。オッケーオッケーオッケー、いいよ、しゃあ、いいね、あ、いいよ、うん、あ、これ凶暴化とかでもよかったかな。凶暴化でも良さそうだったけども、いいんじゃない、これも強いね。でもさすがに強いわ。よし、オッケー、危ねえ。エコーでもよかったか。しゃあ、終わり。よし、おい、2回、ちょっとなんか強い敵がちらほらいたけども大丈夫ですね。あー、バジネストで、ここかい。まあ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 、あの初期武器じゃなかったからよかったか。うん、ここ初期で来たら結構きついぞ。よし、 OK。 あー、嫌な場所だな本当に。まあこれで倒せるけどね。うん、しゃあ、やばい、もう HP 半分ぐらいだわ。よし、ここほんと嫌いだわ。よし、待て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 、クリーパー来た、あぶねえ、あぶねえ、ナイスバジーネスト。クリーパーがそんな狭いところで来られても困るよ。あぶねえ、あぶない。よし、ちょっと待って、ここで OK、 ある程度減らしときたいね。 OK、 ここ倒しとったらだいぶ楽でしょ。いい、下には、うん、別に強いのはいないね。しゃ、3階からなんかちょっと嫌な場所だね。クリーパー出るし、3階からちょっとやだぞ。はい、ではクリア。次、いらんかな、ボス次第なんだよね。ボス次第、何が出るだろうね。最近この1体のボスが多かったんで、2体のボスが出てくるとかもありえる。まあ基本そんなに難しくはなさそうね。 OK、 何シーズンか前かが結構難しかったりしたけども、今回はそうでもないか。終わり。
かな。しゃ、いや、まだか。あ、いた。4回クリア。次いきましょう。あ、エンチャ入れていっていいね。あ、いや、ほぼ変わんねえな。いりません。で、ここちょっと火力を、いや、あんま意味ないなそこまで意味ないな。おっしゃ、危ない、あぶね、クリーパー出る。よし、オッケーオッケー。バジーネスト結構役立ってくれる。よかった、バジーネスト持ってきて。オッケー。え、終わり5回楽勝。まあ、クリーパー注意ぐらいですね。あー、カバン持っていくか、一応。うん、ボスで使えるかもしれないし、まあ星オルでしょうね。お、89まで上がった。結構上がったね。防具がそろそろ欲しくなってくる。おお、ボスだ。なんだ、まあ星オル上げたんでそんなに苦戦はしないと思うけど。どっちだ、バンカー野郎。そっちからだった。やばい、これやばい、これはやばい。どこだお前、そこか。 OK、 大当たり。よっしゃー、いけたこれ倒す順番間違えたら本当にやばいもんね。よし、終わり。ちょっとラッキーもありました。あー、パワーシェイカー、防具欲しい。防具何か、あ、そうね、イリュージョンなのに雪玉をつけとけば、まあまあちょっと違ったかもね。雪玉って、あ、いやいや、いいやいい。敵が、嫌なやつ出んなよ、嫌なやつ来んなよ。あれ、さっきそうか、俺カバン使わなかったんだ。手持ちの装備は使え使え。終わり。なんか早いね。うん、倒すのが早い。うーん、あー、今回も釣り竿が結構序盤にあっていい感じですね。スノーアーマー持っていこうかな。持っていこう、スノーアーマーでいきます。クールダウンとタンブルビー2でいこうか。 OK、 蜂が出るとやっぱね嬉しいよね。 OK、 お、雲部屋だ。結構雲がいっぱい出てきてくれる。ああ、あぶね、エンチャンターは先倒しとかんとね、クリーパーがめんどくさくなるんで。終わり。うん、全体的に早い。うん、敵が脇を、おお、この楽しいのローブいいね。クールダウン、雪玉、ポーションバリア、これめちゃくちゃいいじゃん。でもこのままいく。もなんかね、そろそろ俺変えたいかな。15回ぐらいにはもう新しいやつが欲しい。いいんじゃない。 OK、 まだ出るでしょ、こっち出ないか。あ、今回あんまり敵出ないしね。もしかするともう出ないのかもしんない。いいね、あの数パワーシェイカー伝えたらかなり強いよね。終わり。
余裕。なんだこれ、余裕すぎる。いりません。まあブーツとかあるから、こんだけ簡単だったらもうサクッと走っていった方がいいのかもしれません。はい、はいはいはい。クリーパー出る？いや出ないか。特に面倒くさい敵もおらず。うん。ああこれはエコーの方が良かったかな。え終わり？簡単すぎ。うん。あ、で、今回の動画、前半と後半で分けます。うん。ちょっと、長々なりすぎるので、ちょっと分けますね。しゃ。やっぱね、一気に、おーい、お前、30分とかね、見させられるよりも、ちょっと休憩を入れた方がいいかなと思いますので、オッケー。風使い一発で倒せるならいいね。よし。おい、まだラビジャいんの？オッケー、いいね。終わりか、終わりか。これでラビジャーがちょっとめんどくさい。うん。ここはちょっと注意ですね。まあ弓をまだ、エンチャンターの書ここにある。うんうんうん。使っても良さそうだけども、持っていくか。蜂を強化していく？そうするとなんかちょっと、使えたりするんじゃない？出ないな。タンブルビー出ないな。これも運だからね、結構。よし、あ、バカ。射程外に行かないで。全然ダメだ。全然ダメだ、あいつら。よし。いいんじゃない？防具もそろそろ欲しいところか。防具もそろそろ火力不足になりつつある。ああ防御力不足か。問題ない。次、愛のメダル。ああ両刃、おお、すげえなこれ。超火力じゃん。ダイナモと痛みと虚無で、これ確実にワンパンできるやつだよ。これやっばいね。やっばい怒りがある。いや、でもまあまあ初見だし、こういうので行きましょう。いや、やばい怒りだな、あれ。今までのタワーで、多分一番、いい感じのやつだったと思う。痛みはなしでいきましょう。またね、多分ボスワンパンとか今回全然できそうなので、そういう動画も出していきますね。やっぱボスでワンパンで倒したらだいぶ楽なので、まあ最初の6回ぐらいのボス、あいつはちょっとめんどくさいね。うん、イリュージョナーはねちょっと嫌なんだよな。 OK。で、これあれだ、エンチャンターの書は良くなかった。そこか、分からんそれ。よし、じゃあ14回クリア。あー、勇者、魂のナイフ、サイス。あー、弓がね初期なんでなんか欲しいけども、なしでいきます。バーストクロスは途中で見たよね。うん。弓はなんか一つぐらい持っときたいとこだよな。
ここも別になんか問題なさそうね。特に問題のある敵は、ああクリーパーがいるぐらいか。オッケー。結構楽勝。オッケー。終わり？終わりかこれで。おー、今回のタワー楽勝かもしんないね。あーでゴーレムか。はい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 。あまあまあうん、結構選びたい放題の感じがしますね。はい、ということで、今日はタワー初見攻略序盤、やってみました。前半ですね。次が後半やっていきます。序盤は全然簡単です。うん、なので後々難しくなるかな。はい、ではそっちのチェックもよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。